思い出した。大泉さんね、無断で人の楽屋に入るのなんさん、その話はやめてくださいそれはもう本当にいきなりはやめてほしいんですよ。着替えてたんですから、あの時僕とランさんの出番が遅いの、うんうんうん、それで始まった後に舞台のことでなんかね、お話したいことがあったの、うん、舞台始まってるから俺絶対何も考えてなかったあ、そうだランさんと着替えてたんですよランさんすいませんごめんなさいみたいな、うわーみたいなありがとうございました。あまりにもびっくりして、私もう見てませんから。いやいやいや、そんなもうキャーとかハーとかいうような年齢でも大丈夫なんですけどあれ以来もうどんな男の部屋でもロックしたみたいな